はい、皆さんこんにちは、アボカドです。今回はピースキーパーを使って遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。さてさて、アップデート入ってから一人でめっちゃ遊んでるんですけど、勝てない勝てない。もちろん敵さんも強いのもあるし、地形とかも変わったんで慣れていってないっていうのがあるんですけど、やっぱ主な原因として考えられるのはベストがなくなったっていうのが主であるんじゃないかなと思います。今までダメージが大きく軽減される2ベスト3ベストとかがあったんですけど、今回からなくなったので全体的に溶けが早い気がします。ここは変わらず、接近したらレートの速いフェネックや MX9、 相変わらずめっちゃ強いですね。高レートに攻撃力、落ちてる武器でも最強クラスやと思います。ただ SMG もいいんですけど、今回使うこのピースキーパー、これもなかなかぶっ飛んでました。アップデートでモッドを3つまでつけれるとのことで、かなり幅を利かすことができます。しかも以前は拡張を持ってる弾数増やしたら代わりに射程距離を伸ばせないので、本当に近づかないと効果を発揮しないところやったんですけど、今回からは贅沢に3つもつけれるのでかなりでかいです。カスタム次第やったら近距離で一発30以上ダメージを出すことができるんですけど、今回から以前の論章よりも優れた効果を持つ長射程モッドがありまして、金やったらヘッショにさらに大きなダメージを与えることができる優れものとなっております。もちろん金の射程モッドつけてなくても、ヘッドラインはやっぱりダメージが大きいので、どんどん狙っていってください。やっぱりアップデートが来てから SR やバイスコが必須となるこのブラックアウトなんで、よりこの長射程モッドが必須になってくると思います。実際いろんなプレイヤーと対峙してるんですけど、結構使ってる方々が多いイメージです。もちろん中距離戦が多いのも事実で、そこでもこのピースキーパーは活躍できると思います。以前も紹介させていただいたんですけど、アップデートが入ってますます凶暴さが増したと思います。どうしても人気のある SMG ってレートが早めの武器が多いイメージなんですけど、そこそこのレートでこのダメージを与えることができるピースキーパーも結構万人受けしやすいんじゃないかなって感じです。今回はディフェンダークラスを使って遊んでます。遮蔽物が少ない場面での戦いが多くなると思うんで、いつも使ってるメディックもいいんですけど、パテノが今の自分のスタイルに合うのかなって感じになりました。そして今回から前のシーズン以上に持ち物を考えます。最大8個なのと長距離戦が多いので、投げ物もしっかり持ちたいので、常にカバンを整理しつつ中身を把握しないといけなくなるので、忙しい忙しい。さらにキネティックだけ使用中走れなくなるんで、戦闘中には使いにくいので、持ちコスも考えないといけないんです。まあそういうことを考えると、今回のアップデートで楽しみの幅が増えたのかなってイメージがあります。まあ前置きが長くなったんですけど、今回のカスタムはこんな感じです。以前のカスタムをちょっとだけ触りました。アップデート入ってからちょっと横ハンドが気になるんで、アンダーバレルだけ書いてます。モッドは腰ダメ打ちブースト、長射程モッドに拡張マガジンの3種類でやってます。スコープ覗くんやったら腰ダメを縦か横のハンドを抑えるモッドにしてもいいかもしれません。多分一人だけっぽいのでヘリ突しようと思います。ヘリで飛ぶのに少しだけ時間かかるんで、操縦席狙われないように適当にスモーク出していきました。あまりにも車が多すぎるんで、ここは一旦引いていきます。いや、長射程モッドをつけてないので思ったよりダメージが伸びなかったんですけど、まあいい感じに魚触れました。あの距離でも戦うことって結構あると思うんで、やっぱ長射程モッドを見つけたら最優先で取りに行きたいところです。
戦車がある程度削られてたっていうのもあると思うんですけど、予想以上に壊れるのが早くてびっくりしました。やっぱり火力の高さを再認識します。以前はアークに高速切り替えをパークでつけてたんですけど、今回から FMJ に切り替えておりますので、弾丸の貫通能力の高さをすごく感じました。SR で撃ってる時に隣の敵や正面の広いところからも当たりにくいように盾を出してから狙いました。以前は敵と対峙した時にフラッシュ目的でよく使ってたんですけど、今シーズンから遮蔽物が少ないため車線を切るように使うことが多くなりました。いい感じに戦いました。相変わらずピースキーパーの火力の高さをすごく感じますし、長射程モッドとの組み合わせは抜群ですので、近距離や中距離戦でも大活躍できるピースキーパーをぜひ使って遊んでみてください。それでは今回の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価にコメント、 Twitter フォローお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。